はい、どうも、マッシュです。ワンピースワールドシーカーやっていきたいと思います。前回続きですね。海軍の司令者探しに五番街のおむすびの家を訪ねしようということでですね。現在ね、水玉町の五番街、左から1、2、3、4、5番街ということでですね。じゃあ、早速やっていきましょう。来ました。はい、水玉町五番街。このおむすびという家にね、ちょっと行きますか。海軍がいっぱいいるんですよね、結構。前回も。スナイパーいますね、どっかに。敵いっぱいおるね。いや、前回ですね、えぐい。これめっちゃ食らうんすよ。相変わらず敵の数がすごい。無理だねーな。逃げろ逃げろー。ここにあるのかな、おむすびの家。おむすびの家と。わっ、強え。戦いますか。どこに行けばあるんかな。どこかな。おむすびの家？ここにあるんですかね。おむすびの家ね。ここダメやん。ここ出てきたらいけんすね。あっち行ったらいけんの？でもあっちにあるってことじゃないんですかね。で。ワポメタル、これ結構貴重らしいですよ。ワポメタル戦うしかないん、これ。いいんすけどね、戦っても。6人おりますね。あいつは厄介なんですよ。いや、操作だいぶ慣れてきたな。壊れんかこれ倒したなんか。ああ、これ避けようってことか。そういうことか。笑ってんじゃねえよ。結構やべんぞ今状況。笑ってんじゃねえよ。やば。あのガトリング杖、あれ壊せんのかな。あ、あれっぽい。見つけた。こいつやろ。おっしゃ、来た、おむすび。おむすび届きました。おむすびガラリンすってんガラリン。はい。珍しい、海兵以外のお客さんだ。おむすびっていうおばあちゃんの家、ここか。そうです。海兵たちに人気の弁当屋といえばここ。おむすび、おむすび系、おむすび食べたい。お前らだけか、島の他のやつは。ここが海兵の宿泊場になるって決まった時にみんな引っ越しちゃいました。母の弁当が海兵人気だったこともあって、僕たちは、まあこの、そうなんか、おばあちゃんいるのか。ごめんなさい。謝る謝る。弁当材料を取りって、湖の間にある細い道あたり。どこだよそれ。ごめんなさい。湖の間にある細い道。湖上ってこと。これだ。なるほどね。
ここにはもう用なしと。用なしバンバン。バイバイ。まっすぐ行って。こっちか。こっちっすね、多分。これまっすぐ突き抜ければ道に出るから、変なやつに出会わんよな。ここを右？敵おるやん。見聞色の方が強いっすね。やっぱあの情報による通りやね。うん、こっちやな。違うね、ちょっと迷子やね。どうやって行くん、向こうに。いつも崖がね、俺の道を遮るんば。あ、来たっぽい。ここや。お、なんかすごいね。あ、いた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 。見つけたーい。よ、おデブちゃん。元気にしてたか。やば、男か女かわからんやろ、これ。おや？すげえ、おすげえ。女だよね、これ。なあれかね。知らねえよ、多分。いいよ。とんがり人参？頑張るんだよ。とんがり人参？キテルツ大百科に出そうや、なんか。それは島の北西にある紅玉村。紅玉村。ここに来れんけんね、飛んで。あ、あるや。はい。あ、2個あった。ラッキー。アイテム集めしとってよかった。まあ、こっちゃんつもんと。その島の宮殿。すいません、子供たちだからね。あ、ごめん。こらてってな。突き出たカード。あれか。ん？海軍の宝箱を見て、昨日まで確認できなかったけど。大丈夫かしら。ありがとうな。戦うよ。小さな。ねえ。なんだ。はい。ありがとう。しちょっといい。どうした？悪いけど。わかった。はい。助けろと。どこにある？小さな。小さな洞窟ね。これすぐそこや。あれやろよ。あ、なんかシャークみたいなとこやろ。あ、これなんか合いそうやな、敵に。じゃあボス降りそうやん。これ大丈夫って。あ、回っていかんといけんちことね。多分楽してはいけんと。あれ、こっちから行けんもんね。行ける？行けんやろ。上上がらないけんのやろ。お、ラッキー近道したやん。ああ、ラッキー上がれた。この上か。行けんかな。行けそうやけど。もう一個上。聞けた。戦う？しゃ、イベント来た。なんだ。なんだ。あれ、何カエルみたいなやつ、後ろの。おい。倒せばいいやろ。あ、あれ人参持っとん。余裕やね。まあ余裕っしょ。
徒歩。おい、上がってこいよデブ。負けるわけねえ。さすがに。おい、やりゃガトリンで気持ちいいな。この黄色のさ、宝箱何？ちょっと相手にならんかったわ。これ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 、どこあるんこれ。あ、ここか。全然あかんかった。これどうするの？パラ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 、ガチャ取れちゃう。お、新書見つかった。お、3時本。いいね。すごいじゃない。解読しましょう。なんかここで一悶着ありそうやな。どこに戻ればいい？噴水前。噴水前どこのよ。噴水前。おお、これおねえ、どこの噴水前。あ、金剛広場ね。オッケー、スキップしゃあ、最高。キングダムも順調。いいね、おもろいわ。最高におもろい。いいね、コシちゃんの真似。いいね、いいね。いや、ヒカルさんのね、ヒカルゲームずっと見てたんですよね。ちっちゃい頃っていうか、まあ20代前半の頃はずっと、マジで。じゃあめっちゃ憧れてましたもん、実際。あ、ここね、噴水広場。ご苦労様。二人ともお疲れ様。早速解読してみるわね。よし、解けた、すごい。それが、これは警備の配置図みたいね。ルフィが期待してたからこじゃん、つまんねえな。ざけんな。ルフィてめえ、ちゃんちゃん解読したものをつまんねえと。ごめんね。おい、大将はこの島にいるのか。近いうちに来るみたいよ。この島に大将が来るの初めてだわ。捕まえてしまうか、それとも助かるぜ。クザンじゃない、何にせよ。あ、でも大将じゃないかも。え、赤生地、赤犬。スイーツの話ね。あいのこ食べるんだよ。おいしいもの食べて笑顔になる。その、いやー、その弁当作ってるのもきっと同じ絵だと思う。恋の警備万全です。うっせえな、こいつ。ありがとう。よっしゃ、うっさ。サンジ、これも作ってくれよ。作ってくれの。え、すごいレシピなの。そんなことじゃないやろ。だからサンジがさ、あれしてくれるんやろ。依頼して集めてもらうことができます。捜索を依頼する部船員は捜索メンバー選択。へえ。あ、なるほどね。こうやって冒険させるんだ。ちょっぱいに落としておく。また後なら。あ、なるほどね。オッケー、スキルポイント200ゲット。これ何から上げていったらいいん。やっぱね、俺思ったけど、見聞色やな。モード中、そう、軽減する、クリティカル、リンゴ回避、連続テイクダウン。あ、連続テイクダウン美味しいね。ロングショット、ちゅうか見聞色の攻撃力上げてほしいですね。見聞色ゲージ、見聞色ゲージの何、見聞色ゲージ。ああ、そういうことね。回復速度アップ、これまだいいわ。チャージショット、チャージショット、お、これいいね。気配消し、
開大地。あ、これ欲しいね。200か。ちょっと待ってよ。わ、悩むわ。悩む。これ何からあげたらいい？教えて。島の知識。あー、これもいいかも。あー、これ飛びつきもいいね。うわー、迷う。こんなんで時間取りたくないけどね。チャージショットか。でもやっぱ見聞色上げたいしな。連続テイクダウン美味しいよね。なんでもいいか。実際全部やるんやしね。チャージショットにしとこうか。これなんかもっとあの装備品増やすためにどうしたらいいのか。しゃあ、3時ゲットで、次の目的地はミッション、お化けの正体ですね、多分これ。行きますか、墓地に。お化けの正体、墓地。あ、スチールガイも行っとく。そこ行ってきますか。よーし、先にスチールガイのサブミッションクリアしてから、メインミッション行きますか。そっちがいいんかな。ちょっとどうしたらいいんやか、ちょっとわからんな。謎は難しいわ。ちょっと、いろいろ調べながらやってますけどもね。ルフィを効率、このスペシャルポイントを稼ぐ方法。あ、これいいかも。イモータル。そういう途中に。ここにいる。おー、なるほどね。ここからはテイクダウン使い、超簡単に繰り返し出してスペース。おー、なるほどね。押します。初期装備でもテイクダウン1。ちょっと待ってくださいね。倒しついてないと思うから、ここから右回りに進んでいくと効率がいい。あー、これ全部倒せばいいんだ。セーブし、おお、なるほど。まあ、これは後で やりますか。ちょっと面白い裏技見つけたんで、これは後で試しますね。どこ聞きたいか。おる、後ろやっけ。こっちでしたね。あ、おもれー、これめっちゃおもろいよ。なんかちょっと僕あんまワンピースとか知らんくて、まあ、結構まあまあ人並みの知識ぐらいはあるんですよ、実際。でもなんかそんなにね詳しいわけじゃなくて、でもこうやって知らん人でもこれ結構遊べますね。結構おもろいっす。普通のなんか育成あどれ、うん、えどういうこと。ウォリーマン、ルフィが見つけた猿の看板、近づくなんか面白いことができそうだが、え？上だ。ここ？お、あ、これか。あれは、あ、モンキー、お前や、モンキー D ルフィや。お前やの。え、ゴムゴムなあ。へえ。
長押ししとけばいいん、ずっと。やば、これ。え、すご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 。あ、ここまで。うおー、すげえ。もう一回したい。めっちゃおもろ。あっちまで行かないけんの。もう一回あーしたいな。あーあーって言いたかった。あーあーって。あー、これサムネやん、今日の。サムネ見つけた。ここか。ここに行きたいんです、今度。今度こっち。全開の虫で。左やもん、ね、あんま行きたくないとこっすね、こっちは。急な話さな方に。おお、君に小さな眉とあったかい、あったかい子、あったかい子の眉。うん、頼む。もし持ってなかったら探してもらえないだろう。金剛広場の周辺。持ってない？おっと、持ってないんだ。あったか、あったか、あったかい子の眉。あったかゆこの眉。ちょっと待ってよ。な、どこ近辺ちった？金剛広場っつったよね。ここまでまた戻ってこないけんの。ちょっと飛ばそうか。おっと、うん、こう飛ばそう。ごめんね、言葉しちゃうよ。じゃあ、ここ行きますか。あー、時間も微妙やしな。今日この辺でやめときますか。じゃあ今日はね、まあ20分か30分の間なんだよね。はい、ということでですね、今回はね、ここでちょっと一旦おやめにしようと思います。まあ過去動画とかもあるんで、そちらもね、1話からあると思うんで、こちらも見ていただければと思います。本日はありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。